はいどうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、またしてもなんですが、アロハですね。今日紹介するのは、今期ですね、2020年の、東洋エンタープライズさんが出している、サンサーフという、アロハとかやってる、その、あれですね、LINE ですね、LINE、サンサーフという LINE の、ところから出ているアロハをまた、購入したので、そちらを紹介したいと思います。ですね、こちらにあります、ケオニ・オブ・ハワイというやつですね、これはあれですね、その時当時のメーカーの名前ですね、ケオニっていうブランドネームですね。はい名前というかその名称で言うと、ゴーギャンですね。ゴーギャンウッドカットっていう、ゴーギャンっていう人がゴーギャンは有名ですよね。絵描きのゴーギャンですね。あの人の、描いた絵をモデルに、ジョン・メイグスだっけな、これも載ってるんですけどメイグスさん、確かジョンだった気がするな。違ったっけな。メイグスさんだったっけな。そうですね、ジョン・メイグスさんですね。ジョン・メイグスっていう人が、あれですね、そのゴーギャンの絵を元に作ったアロハがあって、それをですね、今回はそうです。で、前に自分が着てた青と白と赤の3色の、ゴーギャンって言ってたやつもあるんですけど、あれも他の絵をモチーフに作った、やつですね。で、今回のやつはですね、今回のやつはあれですね、東洋さんのまさに、カタログもらってくればよかったな。カタログの、表紙というかもう背表紙もそうですけど、全体的なそのカタログ自体のデザインの、デザインもそれなんですよ。なので、東洋さん的にもすごく今季一押しの柄ですね。東洋さんもそして今年25周年ということなので、25周年記念で結構気合が入っていて、それとしてその中でさらに一番推してるアロハなので、もう間違いなく、気合の入ったいいアロハであることは間違いないですね。もうとてもとてもおすすめな、今年からアロハ入ろうかなと思ってる人も多分すごく入りやすいというか、行った方がいいんじゃんっていうおすすめのアロハですね。でそちらをちょっとお見せしたいんですが、バーン、やはりこちらの中入ってなくてですね、こっちから出てくるっていう感じですね。っていうのもですね、この時に話した通り、ちょっとねデカめを買ったんですね。やっぱ最近ね、ちょっと M で縮むと S になるんで、 M で縮んで S になられるとちょっと個人的にはちょっとタイト、バツバツになっちゃうのが嫌だったんで、L サイズを買って、そこから洗って縮んでの M を目指してっていう感じですね。ちなみにアロハ自体は本当メーカー側的には水洗いは全然推奨してないので、水洗いをするんだったら自己責任ですね。俺が言ってる縮むっていうのは、本当は別にメーカーさん的にはそれお前が水洗いしてるからじゃねえかっていう話だけの話なので、別に本当だったらあれですね、ドライクリーニングなのでアロハって、クリーニング屋に出してドライクリーニングしてっていう感じですね。ただ個人的にアロハをドライクリーニングにするともうめんどくさいし、微妙にちょっとずつ金もかかるしで、なので個人的にはもう自分のルールがある洗い方をがあるので、それにのっとってもうバンバン水洗いをして、ガンガン着ていくっていうのがもうマイルールなので、それはもちろん自己責任でねやってるんで、破れようが縮もうがそれは自己責任でやってるんでいいんですけど、なんでもし真似される方とかいたら、水洗いする場合はもう完全に自己責任ですね。縮んだってメーカーに文句言っても、そりゃ縮むでしょっていう、うちだって水洗いなんかそもそも推奨してないんだからっていう話なだけなので、なんで本来 M サイズでちょうどいいんですけど、メカさんが出してる M サイズで本当もちょうどいいんですけど、まあ、自分の都合上ね、洗っちゃう都合上 M だとどうしてもちっちゃくなっちゃうんで、まあ、L を買わざるを得ないとか M でちょうど合わせていくって感じですね。はい、まあ自分の都合なので全然それはいいです。でこれがその今回のそのゴーギャンのと言われるジョン・メイブスが手がけているゴーギャンのアロハですね。はい、なのでこの絵ですね、この絵がゴーギャンが版画ですね。ウッドなんだっけ、ウッドゴーギャンウッドなんちゃらっていうですね、ウッドカットってそのあれですね、版画ですね、版画でウッドカットってことですね。だからゴーギャンウッドカットってだから前作俺が持ってるやつもウッドカットでこれもウッドカットっていうから、ウッドカットってなんだろうと思って店員さんに聞いたら版画のあれなのでって言って、あ、じゃあもうゴーギャン全部ウッドカットなんだみたいな感じですね。なんでこれもモデル名は多分あるとは思うんですけど、ちょっとねモデル名は忘れちゃいました。はい、でこれを、まあ、早速なのでせっかくなので着てみますね。はい、でこれも縮むだろうということで L を買ったんですけど、その100トラはまだ持ってるんで、あとちりめんなんで結構縮むだろうなっていう経験上持ってるんでいいんですけど、こっちはその初めての持ってないので、もちろん今回初めて出てるんでね持ってないんで、もしかするとこの素材そこまで縮まないかもっていうのもあって、その最終的に希望のサイズまで縮まない可能性もあるんですけど、まあだとしてもデカめ、ちょっとややゆったり着ればいいやという気持ちで、いるので、まあいいかなとは思ってます。はい、一応着るとこんな感じですね。はい、着るとこんな感じですね。そうです。はい、こんな感じですね。まだそこまで真夏じゃないんで、中にロン T とかにしてちょっと袖はあった方がいいかなっていう感じなんで、まあこんな感じで着ます。で上はこんな感じですね。はい、まあ締めてもで、さっきちょっとアクセサリーをちょっといつものねネックレスジャラッとしたやつをつけてみたら、合わないわけじゃないんですけど、ちょっといかつくなる気がして、ただでさえアロハがちょっとヤンキーよりのイメージが強いんで、あえてそんなにこうそこを上調させる必要がないなと思ったので、結構シンプルに着た方がいいかなと思ってそれは取りました。ただ、まあ、この金のネックレスの方はもうこれは常にずっとつけてるやつなんで、取るっていう選択肢がないんで、まあそのままつけておいてもいいし、まあワンポイントなんでそこまでねこうなんかヤンキーっぽいっていう感じでもないんで、まあいいかなって、ワンポイントなんでいいかなとは思ってます。あと、右手も、いつものシルバーのバングルとかをつけるとちょっとねギラつく感じがしたんで取りました。極力シンプルな方がいいかなと思って、まあ時計はするんで、まあ時計は別にいいとして、で逆にちょっとレザーの柔らかい感じがちょっとこうマイルドにしてくれるかもと思って、なしでもいいんですけど逆につけた方がいいかなと思ってつけてみたら、個人的にはつけてよかったなという感じですね。なんかこれをつけることによってちょっとねやっぱマイルド感が逆に出たかなと思って、アロハのなんかそのこう攻撃的な部分がややマイルドになったのかなっていう気がして、個人的には好きなコーデだなと思いましたね。アロハは本当時計とネックレスは少なめ、腕はちょっとこのレザーバングルにしようっていうふうに、思いましたね。はい、まあなしでもいいですけどね、はい、暑くなったらちょっとなしでもいいんですけど、はい、で、こいつですね、新作のこいつ、まあ、ちょっとねやっぱ丈がねまだちょっとでかいかなって、ただやっぱちょっと縮んだ気はしますね。買いたての頃はもうちょっと長かったような気はします。まあ別にこのくらいであればちょっと手上げた時に、そうですね、ベルトがまだギリ見えないぐらいかな、まあでちょっとね S サイズも着てみたんですけど、 S だとねちょっと身幅も結構タイトになってくるんで、ちょっとやっぱゆったりボックスっぽく着たいんであれば、やっぱちょっと大きい方がいいかなと思ったんで、まあ M よりかは L かなと思って、ちょっとその縮みあんま縮まなかったにせよ L しかないかなと思って L 行きましたね。はいですね。でこれもですね、実は、この本に載っていて、ここですね、このコーギャンウッドカットって書かれてる、これ自分が持ってるもう一個のコーギャンのやつで、こっちが今回なったやつですね。これもなんか調べたら2009年だったか2013だったか2019かなぐらいに、実はこれも一回やってるみたいなんですよね。確かにね、ネットで見たらこれを売ってる人がいたんで、やってた、これが発売される前にですね、売ってる人がいたんで、それを出してる人がいるってことは、やっぱ出てたんだなと思って、今回2度目っぽいんですけど、ただ今回は、これの色以外に黒と白も出しているんですけど、そっちを完全に初めてっていうことですね。はい。白はね、まあ、普通、個人的には別にゴーギャンである必要があるのかなって思って、のでまあ別にあれだったんですけど、黒はね結構いい雰囲気だったので、好きな人は本当黒とこっち2色買い行ってもいいかなとも思うし、なんならそっちの方が良ければこっちじゃなくて黒行ってもいいんじゃないかなと個人的には思うぐらい、黒も良かったですね。なんかすごく良かったです。はいですね。という感じですね。で面白いな。なんかね、これのアロハの本もすごく眺めてるだけで、あ、こういうの欲しいなとか思って楽しいんで、ぜひぜひね、アロハ、まあ、買ってから買うのもいいし、買う前になんかこれを見て自分が好きなそうな柄を見つけてそれを買うっていうのもありだと思いますけど、ぜひぜひね、アロハの方面白いんで見てみてください、興味ある方で。ちなみにこれ東洋エンタープライズさんのこの箱がつくやつっていうのはスペシャルだけなんですよ。なんで100トラだったりここら辺のスペシャルだけは箱がつくんですよ。でいつも箱別になんかあんま売るつもりもないし、特にこんなのあってもかさばるだけでしまうこともないんで、二度とだからもう基本的にはもうお店で処分しちゃってくださいって言って本体だけ持ち帰るんですけど、いつも。でもまあ今回はまあ、撮影にも使えるかなと思ったんで、箱は初めてもらってきたんですけど、これ存在はしてたんですけど、アンケートがね入ってるんですよね、東洋さんのサンサーフアンケート係、IT のやつかで、まあ、ここに好きな今後欲しいアロハみたいなやつとかを書く欄があるので、なんかアロハ好きな人とかね、今後好きになったとか、これ見てこれが欲しいみたいな人がいたら、今回こういうスペシャルを買ってね、はがきが入ってますんで、そこにこのやつを復刻してほしいみたいなやつを書いて送れば、一応そのサンサーフがアンケート係さんは見るんで、多分社長さんね、小林さんの社長さんも多分届くと思うんですよね。まあ1票か何票入ったらやってくれるか分かんないし、票が集まりゃやるかどうかはまた別ですけど、ただ一つの意見としてね、まさかの会社に直接自分の意見を言える権利がっていうことなので、ぜひぜひね、これがどうしても欲しいっていうのがあるんだったら、こういうのをね34着買うんだったらもう34票にはなるんで、やったらいいと思いますね。はい、俺もせっかくだからなんかちょっと欲しいやつをちょっと書こうかなと思いましたね。はい、まあでもまだそんなにアロハ詳しくないんで、何が欲しいって今出てるやつ以外だと特にそんな目星もついてないですけど、100トラがなかったら100トラ絶対書いてたと思うんですけど、欲しかったんで。でもまあたまたまね、去年100トラやってくれたんで、一昨年に初めて100トラの存在を知って、アロハ自体に興味を持って、アロハ興味を持った時にキングオブはもう100トラですよって聞いて、100トラって今ないんですよね、ないんですよっていう話をしてたら、翌年2019で100トラをやってくれたんで、もう個人的にはもうこんなベストなタイミングないわっていうぐらい、知った翌年にすぐ100トラだったんで、まあすごく良かったんです。アンケート書く必要もなかったんですけど、はい、ただ逆にこれ今見てくれてリアルタイムで見てくれてるタイミングで言えば100トラがまだお店に残ってる段階なので、逆に今ハマれば100トラまだ全然間に合うので、今ハマるのもタイミング的にはめちゃくちゃありな気がしますからね。まあ100トラは最終的に気にないパターンもありますけど、ただまあアロハ好きなら100トラを押さえといた方がいいんじゃないかなみたいな、まあ、古着のジーパン好きならリーバイスは押さえといた方がいいよとかいうぐらい王道な話なので、まあ、もちろんリーから入ろうがラングラーから入ろうがストア系から入ろうが別に全然ありですけど、でもリーバイスを一回もかじらないでいくことってまあないじゃないですか。言うてやっぱデニムに興味を持ったんだったらリーバイスはどうしてもいっちゃうってなると100トラもまたね抑えといた方がいいんじゃないかなみたいなところはあります。はい、というわけでですね、なんか、まあ、これというか全般的に他の話もなっちゃいましたけれども、まああれですね、今回のゴーギャンはこういう感じです。はい、でこれ L サイズですね。はい、なのでまあサイズ感もなんか参考になればと思います。普段まあジャストだと M ですね、ジャストだと M を着てますが、水洗いをするんだったらまあ L の感じで、今一回水洗いしてこんな感じです。はい、これで、見た感じまだまだ大きいなとか感じるんだったら M の方がいいかもしれないですね。ただこれもまあ1回しかまだ洗ってないんで、こっからもうちょっと着て 4,5 回洗濯するともうあと 1cm2cm 縮む可能性はもちろんあるので何とも言えないです。ただ尻面は結構縮むイメージあるんですけど、こっちの素材はそこまで縮まない気もするので、1回洗濯してこれがもしかしたら限界かもしれないんで、最悪ねこの丈感このサイズ感で参考にされた方がいいかもしれないですね。ちょっとそこはこうだっていうのは言えないので何とも言えないですけども、はい。というわけで今日はですね、こちらのケオニオブハワイから、出されているゴーギャンウッドカットのですね、ジョン・メイブス作ゴーギャンウッドカットと言われているこのアロハの紹介でした。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。